どこまで話したかしら。では、話を続けましょう。なぜ笑っている？私が憎くはないのか。私はお前のすべてを奪ったのだぞ。これまで私の器となった人間の心は私への憎悪に満ちていた。嘆き、悲しみ、私を拒み、やがては絶望し、跡形もなく消えていった。だがお前は違う。私の中にこのような殻を作り、今も生きている。なぜだ？なぜお前は絶望を抱かない？あなたの罪を知ったから。ほんの少しだけあなたの心に触れることができたから。私はあなたを許し。もう一度ユトランド軍に歌え。ユトランドの姫が気になるのか。貴様の歌と同質の力を持つ者は初めてだからな。関心を持つのも当然か。くだらぬ。人間になど興味はない。だがあの儒家を排除せねばならないのは事実。樹の力は、ラグナイトは人間にとって過ぎたる力であろう。だが忘れるな、ヴァルキリア。貴様とラグナイト、世は双方の力をねじ伏せてみせる。それらの力に決して溺れることなく。良いな。貴様はただ世の命に従え。従おう、人間。望みのままに歌いもしよう。私には他にない。またここに立っておられるのですか、マクシム殿。何か。ルーシの民でもないあなたが、なぜこの石碑に興味をお持ちで？これはいつから？陛下の代からにございます。そうか。他に聞きたいことがあらば、お答えいたしましょう。この石碑に刻まれた名前は、陛下のために命を落とした者たちだ。さよう。陛下はその死を称えているのでございます。国民も死を誉れとしている。その通りにございますが。死は誉れか。何を突然。先の戦いでヴァルキュリアは敵味方関係なく攻撃をした。陛下はそれを良しとしている。当然ですね。必要な犠牲でしたから。兵士の、国民の命とは何だ。いかなる価値を持つ。陛下の強さは私にとって眩しいものだ。国民が陛下についていく姿はルーシ帝国の強さを私に見せてくれた。だがヴァルキュリアが暴れたあれ以来、頭では必要なことと理解できても心に落ちてくれぬのだ。私からすればあなたこそ理解できません。なぜそのように思われるのか。
迷っておられますね。まあ、そうか。だから問うている。亡くなった者たちに果たしてこの死は誉れなのかと。不本意なれど、あなたも陛下の信を預かる誇り高き帝国四将、せいぜい馬脚など表さぬようお気をつけなさりませ。陛下、我が皇帝よりグスタフ・メクレンブルク海軍大将の死に対し謹んで哀悼の意を表するとのお言葉を賜っております。フランセーズも同様のお言葉。ハプストリアもその眠りが安らかならんことを祈っております。プロイセンからも同じく哀悼の意を。グスタフへの過分なるお言葉、誠に痛み入るものである。グスタフは世がこの地位につく以前より世に尽くしてくれた男、実に無念に思う。だが悲嘆に暮れてばかりはいられない。バルデュス、グスタフをはじめ多くの勇敢なるルーシの兵士たちがユトランドによって命を落としてきた。我らはこの屈辱を糧に侵略者ユトランドに攻勢をかける。侵略者？さよう。解放などと詭弁も甚だしい。ルーシ帝国はヨーロッパ全土に伝えたい。ユトランドは侵略者である。解放などという言葉に目くらましされ真実を見誤ってはいけないと。皇帝クローディアスはユトランドの一連の行動を改めて侵略と定義しました。ルーシ国民は皇帝の言葉を支持しましたね。ユトランドにとっては憎むべき敵ですが、クローディアスはルーシを列強に被験する強大な国家へと変貌させました。ルーシ国民にとって彼は大ルーシを象徴する国家そのものだったのではないでしょうか。当時彼の言葉に疑念を抱く国民は一人としていませんでした。帝国内ではユトランドの侵略を許すなという声が高まります。旧ルーシ王国首都への攻撃がルーシ国民の感情を逆なでしてしまったのではないでしょうか。クローディアスはその激しい怒りを背景に反ユトランドの機運を高めていったのだと思います。この頃でしたよね、ルーシが反撃を声高に歌い上げたのは。それもヨーロッパ中を巻き込んで大々的に。ただし滞在人たちの暗躍により列強各国はこの事態に距離を置きました。それぞれの国内ではルーシ対ユトランドの図式を強調して静観の構えを取っていたからです。こうした風潮に敏感に反応したリンデゴア卿はルーシ帝国が発した侵略という言葉を国内で大きく喧伝します。今ユトランドはヨーロッパで孤立しております。私たちはルーシ帝国を敵と認識し、その植民地と化した国々を解放し続けてきました。しかし今全ヨーロッパが我々を見る目は侵略者としての蔑んだ視点であります。これはユトランドにとっても不幸。私は改めて陛下に戦争の終結を訴えます。どうか私に帝国との交渉の役目を。リンデゴーア議員の提言には異議を唱えます。
陛下。また君か。世論などに揺れることはありません。近視眼的に現状を見ているばかりでは何も変わらない。もっと大局を見ていただきたい。しかし戦争は多くの将来ある若者の血を流しているのです。この現実をいかにお考えか。それが近視眼的だというのです。兵士が血を流して勝ち取ったものを、我々祭りごとを司る者がいかに明日のユトランドのために生かすのか、それが寛容なのです。ここで引いてはせっかくの国民の士気に影響し、国力を著しく下げる結果になることは明白。遡れば帝国がユトランドに対し経済封鎖を行ったことから始まった戦争です。現状並びに長期的な視点に立てば戦争に勝利すること以外ありえません。論点をすり替えましたね。ユトランドの将来に陛下の意識を変えてしまった。彼らはこのようにして戦っているのですね。何？ご苦労様です。何かご用ですか？司令部からの要請があります。作戦を説明する。
説明は以上だ。バナルガンド、作戦を開始する。作戦を開始する。なかなかの戦闘。開始。はあ。覚悟はいいか。一気に行くぞ。次だ。行きます。終わりだ。旗をつける。行きます。よし、終わりだ。はっ、覚悟してください。これで決める。はぁ、はぁ、次だ。はっ、覚悟してください。よし、これで決めるぞ。一気に行くぞ。吹き飛べ。覚悟してください。一気に行くぞ。まだ戦えないな。このまま押し切るぞ。敵将を撃破だ。食らえ。大丈夫か。これで決めるぞ。一気に行くぞ。旗をつける。よし、次だ。狙われてるぞ。よし、飛ばしてやろう。よし、
敵を発見した。成果だ。世論は真っ二つだ。解放か侵略か、ここに来て君への批判にまで広がってる。君が煽りに煽った解放に対し、うちの新聞ごと解放プロパガンダの手先呼ばわりだよ。で、僕にどうしろって言うんです？またクビですか？上の連中が君に謝罪文を書かせろと言ってきている。そいつを乗せて沈静化を図るとさ。バカバカしい。謝罪する必要なんかないでしょ。だが国内の戦意高揚の温度をうちが取っていたのは否定できないだろう。僕は僕の信じたことを書いたまでですよ。この戦争には意味があると。事実、経済封鎖で追い詰められていた国民に生きる力を与えた。それは僕の誇りです。確かにな。ただな、世の中は戦争に疲れてきている。軍は戦死者の数を低く発表しているが、ルーシ側が発表しているユトランドの被害はそれをはるかに上回っているだろう。まさかルーシを信じるとでも？そういう輩の声は大きいものだがね。戦時ではあれど、自由に意見を言う空気を作ったのは君だ。僕だけじゃない。どこの新聞もみんな乗っかってきたじゃないですか。結果国民は真実が見えないと声を上げている。ルーシの狙いはそこでしょうね。国内の揺さぶりをかけてきているんだな。というわけで謝罪文書く気になったか？冗談でしょ。解放か侵略か。なるほど、確かに難しい問題だ。それでも僕たちは立ち止まれないのか。よし、こういう時こそ取材だな。
町の様子見てきたか。ああ、かなり揺れているな。正直言って、この先どう転がるかわからない。だな。ヴァイオレットのやつも、かなり参ってるよ。婿殿のことが答えているんだろう。優しいからな、彼女は。だが、俺たちは立ち止まらない。そうだよな。ああ。そういや、アムレートはどうしてる？怪我は治ったのか？どうかな。よし。僕が様子を見てこよう。少し話もしておきたいし。おう、頼んだぜ。知られてる？ああ。よりにもよってお姫様に。護道は調べたことを書き残していたんだ。それを妹が見つけ出した。妹もまた王女付きだ。今でも覚えてるわ、あの人の言ったこと。そうだな。まるで亡霊ね。鬱陶しいって思っていたのに、ここに来たあの人が言ったことがじわじわ刺さってくるみたい。王女は自分の胸に収めると言っている。にわかには信じがたいけど、こんなことしたら大騒ぎしそうなのに。苦しんでいるようだった。自分なりにどう受け止めるか考えていた。信じていいと思う。本気？あの清廉すぎるお姫様の常識で見たら、この戦争って。いや、俺には分かるんだ。オフィリアが胸に収めると言った以上、収める。アカデミーでもそうだった。あいつには裏も表もない。アムレートがそう言うなら、私もお姫様を信じる。マリア先生とバルキュリアのことだけでもわけわかんなくなってるのに。みんなに話さなきゃ。そうだな。今、国中揺れてるの。聞いている。侵略って言葉が国民を動揺させてる。ルーシーに入ってるとね、ユトランドへの怒りの言葉に満ちてる。皇帝は戦死した兵士一人一人の名を宮殿前の広場に刻んで、肉親を失った遺族に名誉ある死を誇れとまで言うの。戦争が国民にとても近いのよ。でもユトランドは違う。うん、私たちがそう仕向けてるせい、戦争が遠いの。王女が戦っていてもか。王女が戦っているからよ。王女の愛らしさは失われていない。ユトランドの民にとっては綺麗事なの。だから解放という言葉が響いたのよ。何かあったのか。お前が感情を乱すなんて。仕事が仕事だもの。そんなことは恥よ。でもいろいろ考えてしまって。話せ。何があった？婿殿がね、死んだのよ。戦死だった。コバロティスで。きっとスレイマンならそんなことでなんて一周するでしょうね。いい人だった。いい人すぎた。彼の名前はもう広場に刻まれているかもしれない。奥様は皇帝から夫を誇るべしと言われているかもしれない。あの人は子供が二人いるの。奥様は未亡人になってユトランドをどう思うのだろうって考えてしまって。随分気持ちが入っているんだな。
自分でも驚いてるわ。今までいろんな国の高官と接触してきたのにね。それが仕事だし。婿殿は婿殿で、ルーシと子供たちの将来を真剣に考えてたわ。ごく普通の家族だったのよ。ちょっと奥様の浪費癖で疲れていたあの人の心に私が入り込んで。もういい。あの家庭だけじゃない、私たちが壊し。それ以上は言うな。お前は最後まで反対していたな。でも俺たちは決めたんだ。俺たちは先生を取り返したかった。そしてこの国は追い詰められていた。立ち上がる必要があった。みんなを集めよう、バイオレット。5人で話そう。